はい、それでは今日の物理を始めます。簡単な水素原子の構造としてこういうモデルを考えます。ここに原子核があります。電子があります。電子はこういうふうにして、質量が m キログラムでマイナスイクロンで、原子核はプラスイクロンですね、持っていて、これは電子はこういう等速運動しています。まあ、電磁波の放出がないものとするわけですね。で、原子核が電子に比べて非常に重いですから、まあ、ここを動かないものとして原点を取ります。で、ここに等速運動しているわけですね。電子が安定的に電子が等速運動しているというモデルを考えます。まあ、あくまで真空中ですね。で、ここの電子が作る磁場は原子核や電子に影響を与えないものとするという端子書きがあります。で、真空中における比例、空炉の法則の比例定数、つまり空炉の定数ですね、これを K0 とします。真空の投磁率の μ0、磁束未遂の単位は1テスラですね。まあ、こういうふうになるわけですが、こういうふうにして、こういう等速運動、電子が等速運動しているという模型を考えます。で、問1番ですが、電子の円運動は半径 R の円電流とみなすことができる。電流の大きさを I0A とする。括弧1番、円電流が原点に作る磁束密度 B0 テスラ、B0 ベクトルテスラの大きさ B0 テスラを I0、R、μ0 の中から必要なものを用いて表せという問題です。で、まあ、ここで電子がこういうふうにして回っていますが、電流は逆ですね。電子の方向とは逆ですから、こういう向きに今回っているわけですね。まあ、上から見るとまあこういう向きですから、右ネジの法則で、磁束は磁場はこういう方向に生じますね。こう右ネジで進む方向ですから、こういう方向、つまりまあマイナス、こちらマイナス Z 軸に対して負の方向ですね。ですが、まあこう B、まあここの円電流は、円電流の磁場が作る H は、まあ、一巻きですから、 2R 分のこの半径が R ですから、 2R 分の、まあ、I0 だと言いますね。これ I0 と考えます。 I0 アンペアと考えますから、 H は磁場の強さはこうなりますね。で、磁束密度は一般に等磁率かけ磁場の強さですね。ですから μ0 の2R 分の I0 ですね。ですから、まあここのですから、まあ B0 ですから、まあ大きさですから、まあこうなります。なるわけですから、もう答えはもうこれが答えになるわけですね。結局これが答えになります。単位はあくまでもテスラですね。括弧2番の問題です。磁束密度 B0 ベクトルの向きとして正しいものはどれか。1番 Z 軸の正の向きだと、 2番が Z 軸の負の向きだと、3番が B0 ベクトルは0ベクトルなので向きは定まらない、つまり磁場が生じないというわけですね。これはもう論外ですね。どっちかですね、これ1か2かどっちかですから、今さっきやりました、もうこれは電子粒子がこういうふうに等速運動すると電流はこうですから、こういう向きに今さっきやったとあれですね、円電流がこう回りますから、右ネジの法則でこういう向きになりますね。ですから上から見るとこう下向きになりますから、負の向きですね。ですから結局2番が Z 軸の負の向きなんだというわけですね。これが答えになります。問い2番です。電流の定義に基づいてI0 を MER V0 の中から必要なものを用いて表せという問題です。電流の定義というわけですから、まあ、ここに電子がこういうふうに低速運動すると電流は逆向きでこう回っているわけですね。ですが、まあ電流がまあ R というわけですが、電流の定義に基づくわけですから、電流の定義というものは一般に、デルタ T 分のデルタ Q だという、まあ、この電気量を Q とすると短時間における電気量の変化だというわけですね。これより、結局ここにおける I0 ですね、 I0 は円電流は、この、まあ、一周期ですね、一周期するときに E クロンという電気量が あるわけですから、これに沿って言うと、一周期ですね、一周期が T とすると、
永続運転の周期ですね、そのイークロンだというわけですね、この電気量が。ですから運動の周期はどうなるかというと V0 で 2πr という年周ですから、 2πr の距離を V0 でいきますから、こういう時間かかりますね。ですからより、結局 I0 は E の t 分の1ですから、逆数ですね。ですから 2πr 分の EV0 だというふうに、アンペアですね、こういうふうに表すことができますね、この電流の定義に基づけば。ですから、まあ、この中からこれになっていますね。ですから、これが答えになります。次は問3番です。電子の速さ V0 は電子の運動方程式から求まる。 V0 を MERK0 の中から必要なものを用いて表せという問題です。この V0 を他の与えられた量で表せということですね。でここで電子の運動方程式から言っていますから、まあ運動方程式は一般に F=MA ですね。ですからこのどういう力が電子に働いているかというわけですね。こういうふうにして、まあ、こう電子はこういうふうに回っていますが、まあ、R ですね、 R の距離をここに、まあ、マイナスイクロン、こっちプラスイクロンですね、回っているわけです。ここが、まあ、V0 だというわけですね。ですからこの電子に働く力は何かというと、この光振力であり、結局クーロン力ですね。光振力、つまりこれがクーロン力だと、クーロン力、静電気力と言ってみるわけですね。でここは M で R ですから V0 乗ですが、光振力は M 倍の R 分の V0 の2乗だというわけですね、力が。まあ、でクーロン力というのは、クーロン定数が K0 で R 乗離れて E 乗ですね、E 乗になります。でこれは等しいですから、求めたいのはここですね、 V0 があります。まあ、ここの場合は運動方程式から加速度を求めようということになってないですから、まあ、力だけを考えたわけですね。ですから、まあこういう関係式が成り立つというわけです。ですから R 両辺 R 倍すると M 倍の V0 事乗イコール R 倍すると K0R 分の K0 E 事乗だと。ですから V0 事乗は MR 分の K0 E 事乗ですね。ですから、まあ、求めたいのは V0 ですから、これは E が前に出て、結局 MR 分の K0 だというわけですね。これ、MR ですね、これは MR 分のこうなるわけですね、メートル毎秒だと、 MKS 単位メートル毎秒だというわけですね。ですから答えは MERK0 になってますね。これが答えになります。今回はその1として九州大学2017年の問題を出しましたけれども、次回はその2として、この問3番問1から問3番上でもさらにこうちょっと難しくなりますけれども、磁場が上向きにこう人工的に磁場を作ったらどうなるかというわけですね。電子の速さがどうなるかという問題が4から問4から始まります。その2は次回で解説したいと思います。